ディレイです。ギターのルイザです。ギターのヒデゾーです。ベースの常人です。ドラムのヒロキです。はい、はい、ということで今まさに、放送を終えたばかりですけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はあの、浅井さんがレコーディング中ということで、ね、4人での参加だったんですけれども、すごい楽しかったです。そうですね、あっという間でした。あっという間でしたね。そんなこんなで、告知、一番近いところで言うとというか、まさに、リリースしたばかりのそう、ニューミニアルバム、愚かしい竜の夢、リリースしました。はい、ありがとうございます。ニュー DVD もね、発売したところ同日に、発売しましたけれども、もう11月1日から愚かしい竜の夢引っ提げてツアーが始まります、全国ツアーですね、初日が新横浜から始まり、ファイナルは12月4日渋谷スタイルオーイーストですね、今回11月もうほとんどもうなんですかね、アウトストアイベントも含めて、ほぼほぼもう毎日のようにですね、1台やってるという濃厚な1ヶ月間なんですけれども、楽しみにしていただきたいと思います。おお、すごいつまずきながら今ゴールしましたね。無理やり。そうね、アウトスター、ね、今今まあいいや。アウトスターイベントがありまして、はい、このあの CD のご購入者、CD はですね、愚かしい竜の夢限定版と通常版を同時にあの、ご購入いただいた方に、アウトスター参加券があったりとか、DVD をご購入いただいた方にも参加券があったりとか、というので参加できたり、さらに、ご購入いただいた方にあのライブ終演後にも、ね、イベントがあるんですよ、特典会ですね、特典会があるんですね、あの特典手渡し会と、握手があったりとか、本当にあの盛りだくさんの、ツアーになるので、ぜひご参加していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、2017年最後までDと一緒に突っ走っていただきたいと思います、ということで DDでした。